さあ今週も始まりました、リエ&太一の会社を伝えるテレビ。この番組では毎週各界で活躍する会社の企業人をお迎えして、伝えるをキーワードにお届けしてまいります。小暮さん、田宮さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今週はなんと司法書士法人、司法書士法人言いづらいですけどねとってもあの難しい職業のイメージがありますよね、うん、それをね、いかに分かりやすく整理していただけるか、ね、楽しみにしたいと思います。はい、では今週のゲストをお迎えする前に、まずはこちらをご覧ください。司法書士法人コスモは1997年に設立された山口司法書士事務所を前身とする、今年で設立20年を迎えるグループ企業だ。年間受託件数3万8000件の不動産登記手続きを中心に、会社設立、相続に関わる相談など難しい法律を分かりやすくをモットーに、全国9拠点の広範なエリアでワンストップのリーガルサービスを提供している。本日は司法書士法人コスモ代表社員の山口里美様にお越しいただいております。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、どういった事業を行われているんでしょうか。はい、年間の受託件数3万8000件を超えます不動産登記と会社設立登記、それから相続にまつわるご相談を受けしておりまして、難しい法律を分かりやすくということで、ワンストップでリーガルサービスの提供をしております司法書士法人です。年間3万8000件というと、はい、365日全部働いてたとしても日に100件以上じゃないですか、はい、メインではどんな登記とかご相談でいうと何が多いですか。はいはい、やはりメインは不動産に関する登記でございまして、その他には相続絡みのご案件もたくさんいただいております。女性が経営しているというのはまた一つ強みといいますか、おかげさまで今ですね、全国で9拠点を構えておりまして、女性が経営する司法書士法人としておかげさまで日本で一番大きいとは言っていただいております。今総勢108名で事業を行っております。すごい。司法書士法人コスモは難しい法律を分かりやすくを大切にしている。そこには山口代表社員の経歴にも秘密があるようだ。まあ、私がもともと旅行会社のツアーコンダクターという仕事をしていたんですけれども、はい、やはり難しい法律ということを分かりやすくするのが私たちの使命ということで、さらにお客様にとってその価値の高いサービスを提供するということを常に心がけております。はい、さて、会社がお客様に伝えていることについてフリップにお書きいただいております。はい、プラス 20% の価値です、うん、これは具体的にどういうことですか。はい、これは創業当時から言っているんですけれども、100% は当たり前で、プラス 20% の価値を見出すことが私たちコスモの存在意義だと思っています。で、そのためにはですね、やはりそのプラス 20% の価値というのはお客様と向き合うことでしか作り出せないものだと思っておりますので、目の前のお客様に対してこう誠心誠意寄り添わせていただきながら、真摯に感動していただくまでリーガルサービスのご提供をしたいという思いで仕事をさせていただいて、感動するまでやるというのは、はい、どういう行為になるんでしょうか。はい、あなたにお願いしたから助かったとか、あなたにお願いしたからよかったなっていうふうに思っていただけるまで、やはり皆が心を込めてお仕事をさせていただきたいと思っておりますのと、敷居が高いと思われているんですが、はい、そういったところを変え、さらにはその、サービス業の在り方すら変えたいなという志で仕事をしております、うん、はい、一方でその依頼主側さんが不安に思っていることってどんなことがあるんですか。はい、やはり手続きの流れがわからないとか、はい、そもそも誰に相談していいのかもわからないという方も結構いらっしゃいます、はい、あとはなんかその自分が依頼したことが誰かになんか漏れちゃうんじゃないかみたいなことは感じてるんですかね。そうですね、私どもコスモは実はプライバシーマークという認定を頂戴しておりまして、はい、これも、はい、司法書士で持っている事務所は非常に少ないんですけれども、あれ取るのめちゃめちゃ面倒くさいんですよ、はい、でも必ずしもPマークを取らなきゃいけないわけじゃないじゃないですか、はいはい、それをなぜお取りになったんですか。実際ですね、それを持っていることによって、やっぱりこの事務所は個人情報を守ってくれるんだなということで、うん、金融機関様とか保険会社様からのご依頼がすごく増えたと。
では会社が従業員に伝えていることもフリップにお書きいただいてます。はい、プラス 20% の価値のために今私は何をするべきかを常に問うということです。これは具体的にどういう場面で伝えていらっしゃるんですか？はい、毎朝の朝礼ですとか、私が日々発信しているコラムの中で、お客様への感謝、あるいはプラス 20% の価値ということを、断るごとに発しています。あと、今年で創業20年なんですけれども、初めてですが、帝国ホテルさんの方で20周年記念パーティーを、開催させていただいたり、おめでとうございます。あと去年からは慰安旅行も全員で行っているんですけれども。どちらに行かれたんですか？はい、浜松、それから東京なんですけれども、そしてさらに今クレドを作っておりまして、やはりその全職員の思い志を一つにする、ここをすごく大切に思っています。やっぱり繰り返しって大事ですよね。そうですね。どうしても日常になってしまいがちですけれども、それをいつも気持ちを新たにしていくということが大事ですよね。だって日に100件扱ってる。いやー大変だ。しかも休みはあるはずですから、2、30件はこなさないといけないわけですよね。やっぱり書類だけのお仕事になってしまいがちなんですけども、やはりその裏に、その後ろに、その方の人生があるんだよということは常に発信。経済記者神谷博之が独自の視点で会社とその業界を解説する。司法書士試験の合格率というのはですね、非常に低いです。2016年度の場合は合格率がわずか 3.2% でした。この合格率が 3% を割り込むという年もあります。ですから司法書士になっている方というのはですね、非常に優秀なんです。ですが、優秀な司法書士の方がですね、分かりやすい説明をしているかというと、必ずしもそうとは言い切れません。非常に優秀であるがゆえにですね、周りの一般の人のレベルが分からずに難しい説明をしてしまうということも少なくないんです。その点ですね、この司法書士法人コスモさんはですね、分かりやすさと、分かりやすい説明というものを武器に、分かりやすい説明というものをモットーにですね、業績を拡大してきました。これはですね、山口代表がもともと旅行会社というですね、旅行業界というですね、サービス業界にいらっしゃったということが非常に大きいと思います。相手の立場に立って考える、相手の立場に立って行動するというですね、そういったことをですね、身につけていらっしゃるから、こういったことができるのではないかというふうに思っております。今後もですね、この分かりやすさにさらに磨きをかけていただいて、顧客のですね、お客さんの期待に応えていただきたいと思います。これからもやはりお客様の立場に立って分かりやすく一生懸命にご説明をしていきたいと思っております。どうもありがとうございます。これまでいろんなお話を伺ってきましたけれども、お客様とか従業員の皆様に伝えることの原点になった座右の書をご紹介いただきたいんですが、安岡正弘さんの運命を作るです。これは難しそうな本ですけど、ね、これはどういう本なんですか？はい、これはですね、古い講演録なんですけれども、本当にこの方のですね、歴史を踏まえた情熱がほとばしるような本なんですが、これを読むことによって、私が経営に迷った時とか、人として辛い時に読むことによって、こう元気をもらえる指南書のような形で愛読しています。人生の指南書というか軸になるような本っていうのは、そうですね、欠かせないですよね。はい、やっぱり物事を俯瞰的にとか長期的に捉えろというようなことを書いているんですけれども、なるほど。ついつい気短になってね、すぐ結果を出そうなんて焦ってしまうことがあるんですけれど、そういう時もあるってことですね。そうですね、結構ございます。でもそれを軸を戻すためにこの本があるっていうことですね。はい、そうです。ところで山口様は著書も出版なさったわけですよね。はい、今日はですね、2冊実はお持ちしたんですけれども、こちらが、親が倒れる前と倒れた時に役立つ本、これが8月8日にセブンイレブンさんの
店舗とネットで限定発売されたものです。それからもう一つなんですけれども、これが9月14日に発売されました、大切な人に思いをつなぐリレーションノート、こういったものでございます。これはノートというから、ね、何か書くんですか？そうですね、昔は、エンディングノートなんて呼ばれていたものを、ちょっと私はそのタイトルが寂しげでしたので、リレーションノートというふうにタイトルを変えさせていただいております。グリーンが貴重になって、はい、素敵ですよね。ね、でこれメッセージとしては同じ内容なんですか？はい、そうですね、やはりここにも書いてございますけれども、会話術ですとか片付けなどを通じて相続に対して備えていただきたいという思いを込めて書いた本です。また親の世代の方々にもこういったものを読んで備えていただくことによって、備えたから自分はもっとこう元気になれるなとか、こういったことをチャレンジできるなっていうふうに、こう新しく元気になっていただくためのきっかけの書籍になればいいなというふうに思っています。今日もたくさん良いお話を伺わせていただきましたが、小暮さんいかがでしょうか？やっぱり法律の手続きって、基本的にやりたくないし面倒くさいことじゃないですか。そうですね。でそこにその安心とか安らぎとか、そのコミュニケーションというキーワードを入れていただけるのがすごく嬉しいなというふうに思いました。はい、女性ならではのこう包み込んでくれるような、優しい感じで、ね、向き合ってくれる、でプラス 20% の価値というふうに、おっしゃっていただいたので、これから、依頼される方も安心して任せられるんじゃないかなというふうに思いました。はい、ぜひこれからも頑張ってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。堀プレゼンツ求人忍三郎が行く。私堀こと求人忍三郎が毎回さまざまな創作依頼を受け解決していきます。毎週金曜夜10時15分から放送中です。ぶっちゃけ見ろや。ナイスのヒット商品会議室、さまざまな商品やサービスを我々が全力でプロデュースいたします。ナイスのヒット商品会議室は毎週金曜日夜10時30分から放送中です。はい、見てください、斉藤さんだぞ。斉藤さんだ。魚住さんの素敵なイベントがあるそうで。はい、そうなんです。はい、私の本のたった1分で会話が弾み印象まで良くなる聞く力の教科書。聞く力の教科書。そうなんです。はい、このトークイベント&サイン会がなんと千葉県で行われるんでございます。はい、ありがとうございます。そうなんです、ぜひ千葉の皆様にお越しいただきたいんですが、日にちがまず10月26日木曜日。はい、場所が熊沢書店のペリエ千葉本店でございます。ペリエ千葉本店です。ペリエ千葉ってなんか最近できたその千葉駅から直結のやつですね。そうです。僕ね、元千葉県民なんだけど、そのペリエ千葉は知らないので、どの辺にあるか分からないけど、JR 千葉駅に行けばいい。そうですね、もう駅からもうすごく近いですし、で平日なのでスタート時間が夜7時からでございます。19時から。はい、で魚住さんが話す。そうなんです。この聞く力がいかに大切かというのを映像などを使いましてご説明します。でその後に会場の皆様から質問もお受けいたしますので、ぜひ参加なさってください。熊沢書店さんでお買い求めいただきたいの、ペリエ千葉本店で本を買っていただきましたらサインをいたしますので。やっぱね、本の著者に直接話を聞けるっていうタイミングがないですから。そうなんです。いい機会だと思います。で、こうやってテレビを通して見てる魚住さんをね、生で見て、うわちっちゃって思いますよね。そのうわちっちゃっていう驚きをね、ぜひ見に来ていただきたいなと思います。はい、ぜひぜひお待ちしております。10月26日木曜日です。ではでは、また来週です。